1から学ぶ高校受験数学。今日は中1の第29回、比例式と方程式というのをね、やっていきたいと思います。ということで、今回の授業がね、方程式の計算問題、最後になります。ここまで押さえたらね、もう方程式怖いものはありません。完璧ですので、この授業でね、方程式、しっかりとマスターしていきましょう。じゃあね、今回タイトルに出てる、比例式っていうね、新しい言葉ね、ちょっとこの言葉の意味がね、わかんない人もいると思うから、まずはね、比例式って何なのっていうことからね、確認をしていこう。比例式っていうのは、これはね、2種類の比。小学校6年生でね、比って出てきたよね。はい、何対何っていうね、あの比です。その比が2種類出てきてね、その2つの比が、イコール。等しいっていう意味で、イコールで結ばれた式のこと。これをね、比例式と言います。どういうことかって言ったら、小学校でも出たようにね、こういう問題です。3対2は12対四角です。じゃあ四角にはいくつが入るかなっていう問題。やったことあるよね。どうやって解いたかって言ったら、これって、ここの3っていうね、比の前の数字と、そしてこっちの比の前の数字。12を比べて、3が12になってるから、4倍になってるよね。だから同じようにね、この比の後ろの数字、ここの2も4倍したらね、ここの四角に入る数字になる。ってことで、2を4倍してね、8になると。これ小学校の時にね、やったと思います。中学校でも同じ。ただ中学生になると、四角じゃなくって何を使うかって言ったら、そうです。もちろん、四角じゃなくて、今度はね、X っていう、はい、文字を使っていきます。はい、だからね、解き方は、考え方は同じだね。X に入る数字いくつかなって言ったら、当然さっきと同じ。X は8だよ、ということになります。いいかな？まず比例式の意味。2つの比がね、等しいよ、イコールで結ばれてる式。こういうのをね、比例式と言うんだね。そしたらね、小学校と同じようにね、何倍になってるかなっていう考え方で、じゃあ中学校になってもね、解けるかなって言ったら、ちょっとみんな例題の問題見てみて。特にね、括弧の3番とか、ちょっと括弧の4番見ると、ちょっとそれじゃ解けなさそうだよね。例えば括弧の3番でね、この比の前の X と、そしてこっちの2見てね、何倍になってるかってわかんないよね。この後ろ同士を。日の後ろ同士見ても何倍になってるかってわかんない。じゃあね、この難しい比例式の問題出てきた時にも、じゃあどうやったら簡単に解けるかなということなんですが、じゃあ早速ね、今日のポイントいっちゃうよ。比例式の解き方です。1番。2、3はね、今までと全く同じ。ね、移行して、最後逆数をかけるっていうのは全く同じです。最初のね、1番が大事です。はい。何かって言ったらね、一番目にやるのは、実はね、ある比例式の必殺技を使います。何必殺技ってっていう人ね。はい、覚えましょう。例えばね、さっきの、この小学校のね、時に出てきた、この問題見てください。3対2は12対8。なんかみんなさ、この3、2、12、8っていう数字見てね、なんか気づくことないかな。そうです。気づいた人もいると思うんだけどね。この3と、赤色でチェックするね。この3と、一番外側のこの8。この3と8ってかけたら、24になるよね。そして、この2とこの12かけても、そう、2×12って24だよね。これって偶然じゃありません。実はね、比例式だったらこれいつでも、このことが成り立ちます。つまり、外側同士の数字かけたのと、内側同士の数字かけたのは、答えが一緒になるってことね。はい。例えば、A 対 B は C 対 D っていうね、この式だったらどういうことかっていうと、この A と、じゃあ先生ね、色を、オレンジ色にしとくね。この A と、そして、こっちの D ね。これをかけたものと、そして、この B と、この C をかけたものね。はい。これをかけたもの。これが、同じ答えになるよってこと。式で書くと、どうなるかって言ったら、オレンジ同士、A と D かけるんだから、A かけ D だね。
そして B と C かけたもの。水戸悠々同士 B かけ C だよね。この2つの掛け算の答えが同じになるよってこと。これを使っていくのがね、実は難しい比例式の問題でも解く大事なポイントになるから、このこと押さえておいてください。いいかな。でね、よくこれってね、A とこのね D みたいに外側同士掛けたやつと、あと B と C ってね、内側同士掛けたやつが等しいよってことなんだけど、これ掛ける場所をね、よく間違っちゃう人いるんだよね。そんな時の覚え方です。この必殺技、別名、よいしょ、ニコニコ法則とも言います。ニコニコ法則、どういうことかって言ったらね、みんなね、スマイルの口って言ったらどういう風にかと、笑ってる口。はい、じゃあ先生ね、ちょっとここに絵描いておくね。目があって、はい、スマイルの口、どうやって描くかって言ったら、そう、こんな風に笑った顔ってこんな風な描き方するよね。つまり今これ見てみて、A と D 書いた時にスマイルの口になってるの分かる？このオレンジ色のね、ところ、この線、スマイルの口だよね。そして緑色の方を見て、これもスマイルの口だよね。でね、よいしょ、これをね、よく間違ってね、例えば A 対 B は C 対 D っていうのをね、A と C をかけちゃう。そしてね、B と C をかけちゃうっていう人がいるんだけど、これだと、これ口が重なってスマイルになってないでしょ。これって、なんかな、なんか犬の口みたいな、なんていうかな、犬の口の部分みたいな絵になっちゃうよね。だから綺麗にちゃんとね、スマイル2個2個と綺麗になるように、2個2個ってね、なるように重ならないようにね、こんな風に笑ってください。笑う口を作ってください。 OK、 こんな感じでね、ニコニコ法則ってことでね、覚えておくと間違いはないからね、ここはしっかりポイントとして覚えました。 OK、 そしてその後はね、はい、二つのね、式が等しいよってことは、これって等式。つまり、そう、方程式だよね。ということで、その後は方程式の解き方と同じ。左辺に x の項、右辺に数の項を移項する。そして、三番目に係数の逆数をかける。あとは同じ流れになるんだね。いいでしょうか。ということでね、じゃあ実際に今回、例題全部で4問あるから、この4問通してね、一緒に確認をしていこう。じゃあいくよ。例題です。次の比例式を解きなさい。括弧1番 x 対 q はイコール7対3ということです。じゃあスマイル法則、ニコニコ法則やっていこう。はい、じゃあさっきと同じだね。はい、ここでスマイルね、そしてよいしょ、外側だし x と3でスマイルだね。はい、笑顔の口が重ならないようにちゃんと書いてね。じゃあやっていくよ。オレンジ同士 x と3かけると、そう、 3x だよね。そして q と7、緑色同士かけると 9×7 で9763だね。はい、この2つの答えがイコールになるよってことね。いいでしょうか。ということで、はい、方程式になったからね。はい、あとはそう、左辺に x の項、右辺に数の項を移項してください。はい、今回見るとね、 3x ちゃんと x の項左辺にあるね。あと63、数の項右辺にあるよね。だから今回は移項する必要はまあないんだよね。ということで最後、係数の逆数をかけてください。はい、 x にかけてる数字3、3の逆数をかけましょう。つまり3の逆数、3分の1だね。はい、 x 出していくよ。 x は63かける3分の1。はい、約分、3で約分しようね。はい、3を3で割って1、63を3で割って21だね。はい、ということで答えは21となります。はい、できたかな。こんな風にね、はい、スマイルが重ならないようにね、はい、綺麗に2つね、スマイル書いて掛け算していってください。じゃあ過去の2番もやっていこう。過去に6対5イコール x 対3分の1。はい、今回も同じです。スマイル重ならないように書いていこうね。はい、5と x でスマイル掛け算、そして6と3分の1でスマイル。はい、いいでしょうか。じゃあやっていこうか。はい、これね、今回イコールの左辺と右辺、緑色とオレンジ色どっちの掛け算から書くのっていうのでね、これ必ずね、オレンジ色の方からね、左辺に書かないといけないっていうわけじゃないからね、
これどっちでもいいです。例えばね、今回緑色の方をかけたら 5×X で 5X だよね。というふうに X の項ができるはずです。で、どっちにしろね、X の項を左辺に移行しないといけないでしょ。ということは、もう最初から緑色の掛け算を左辺に変えてたら楽だよね。はい、じゃあ緑色の方ね、左辺に変えておこう。5×X で 5X。そしてオレンジ色の方、6×3分の1で、6×3分の1、大丈夫かな。はい、これ計算すると、約分されるからね、これ2となります。はい、オレンジ色の掛け算すると2です。いいかな?ということで、はい、こんな風にね、最初からね、左辺に X の子、右辺に数の子っていう形でね、掛け算を順番ね、書くようにしたら楽だよね。はい、ということで、移項はね、今回必要ないので、最後 X 出していこう。はい、X はあったら、はい、係数5の逆数を掛ければいいんだね。はい、つまり 2×5分の1をしてください。約分できないね。はい、そのまま掛け算しましょう。掛け算すると、はい、5分の2となりますので、答え X イコール5分の2です。じゃあ、この調子で括弧の3番やっていこう。括弧3、X 対括弧 X プラス4イコール2対3。はい、今回ね、括弧が書いてあって、式になってるけど、式になっても同じです。安心してください。じゃあ、やっていくよ。はい、この X プラス4と2の掛け算。はい、スマイル。だね。そして、X。そして3。ね。この2つでスマイルだね。はい。緑色、オレンジ色、それぞれ掛け算していきましょう。はい。まあ、どっちから掛け算ね。左辺に書いてもらっても OK です。じゃあ、どうしようかな。先生、オレンジ色の方から、じゃあ、まず書くね。X と3掛け算すると、そう。これは 3X となるよね。そして次、2と、括弧 X プラス4、掛け算だから、はい、先生そのまま一旦書いておくね。2と、X プラス4の、はい、掛け算だから、2括弧 X プラス4と書けるね。ここまでみんな、できるかな?はい、そしたらこの後の計算なんだけど、はい、ここに括弧がついてるよね。括弧がついてる場合は、みんなどうしたっけ?そうです。分配法則をしたよね。やっていこう。この2を、括弧の中の項、x と、そして、プラス4に、分配をするんだよね。2をどっちにもかけてください。じゃあ、掛け算していこう。いくよ。はい。左辺は 3x のまま。そして、右辺。分配します。2と x かけて 2x。2とプラス4かけて、プラス8となります。できたかな?はい。じゃあ、そしたら、移項の方、していこうかね。はい。文字の項は 3x と 2x です。右辺に 2x ってね、x の項あるから、ちゃんと左辺に移行してください。そして、数の項は、プラス8。これはちゃんと右辺にあるから、そのままでいいね。はい。2x だけ移行していくよ。いきます。左辺は、3x はそのまま。そして、2x が移行されるから、ちゃんと符号、反対にしてね、マイナス 2x。そして、プラス8、そのまま、8です。はい、左辺計算しましょう。計算すると、X。はい、右辺そのまま8なので、答え出ました。X イコール8ということです。できたでしょうか?じゃあ、いよいよね、括弧の4番、最後の問題もやっていこう。括弧4。3対括弧 X プラス2イコール4対括弧 2X プラス1。今回ね、式になってる部分が2つあるけど、こうなっても全く同じです。はい。このイコールの内側、X プラス2と4。ここでスマイル。そして、最後、3と 2X プラス1。ここでスマイルを書いてください。じゃあ、それぞれね、掛け算をしていこう。はい。じゃあ、オレンジ色の方から先生、掛け算書いておくね。いくよ。3と、括弧 2X プラス1の掛け算です。だから、そのまんま。3括弧 2x プラス1と書いておくね。はい。それと等しいのが緑色の掛け算です。4と括弧 x プラス2の掛け算。4括弧 x プラス2だね。はい。ここまでみんな書けたかな?はい。そしたら今回もね、当然括弧があるから、そう、分配法則をして括弧をそれぞれ外すんだよね。じゃあ、こっちからやっていこう。3を 2x と。
そしてプラス1の方にも、はい、掛け算をしてください。 OK。 じゃあいくよ。3と 2X かけると 6X だよね。3とプラス1かけるとプラス3です。 OK、 できたかな。じゃあこっちの右辺の方もやっていくよ。はい、こっちは4を X、 そしてもう一つの子プラス2に掛け算をしてください。はい、4と X 掛け算すると 4X だね。4とプラス2掛け算してプラス8です。できたかな。はい、そしたらその次 X の子、それを左辺、数の子、右辺に移行するんだね。はい、やっていくよ。 X の子は 6X と 4X です。つまり 4X をちゃんと左辺に移行してね。そしてプラス3とプラス8が数の子、プラス3を右辺にちゃんと移行してください。はい、じゃあやっていきます。 6X そのまま、そして 4X 移行されるので符号反対ね、マイナス 4X。 はい、数の子8はそのまま、そしてプラス3が移行されるから、はい、符号反対ね、マイナス3です。じゃあそれぞれ計算していこうか。左辺計算すると 2X、 右辺を計算すると5だね。ということで X はといったら、最後係数2の逆数2分の1だね。はい、これを掛け算してください。5に2分の1をかけて2分の5。はい、ということで答えはね、 X イコール2分の5ということになります。できたでしょうか。ということでね、この比例式の問題、いいかな、ニコニコ法則ね、もうこれを使ってしまえば、あとはね、今までと方程式の解き方全く同じになるからね、しっかりとこの公式覚えておいてください。いいかな。ということで、以上でね、方程式の計算問題はね、終わりになります。次回からはね、方程式の文章問題、応用問題をね、どん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 やっていきたいと思いますので、ぜひそちらの方も楽しみにしておいてください。ということで、今回もここまで動画ご視聴いただきまして本当にありがとうございました。ちなみにですね、いつもね、この動画の概要欄に授業のプリントを配信してます。印刷できるようにね、URL を貼っておりますので、知らなかった人はね、ぜひそちらクリックすると、このプリントをね、配信してるページに飛んで、印刷できるようにね、配信しておりますので、ぜひ印刷してね、自分でも解いて確認をしてみてください。はい。ということで、ぜひ今回の授業役に立ったとか分かりやすかったという場合、高評価ボタンや、チャンネル登録、コメントいただけると毎日配信の励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ちなみに、こうやって毎日、授業配信をですね、やっておりますが、先生も普段は、塾とかで授業を、生徒に教えながら、空いた時間でこうやって、撮影を、今も夜中の大体4時過ぎとかですけど、撮って配信しております。皆さんのコメントとかですね、あとは高評価とかチャンネル登録していただいてたりとかいうのが本当に毎日配信の励みになっております。いつも本当にありがとうございます。ということで、次回の授業もまたよろしくお願いいたします。ということで、次回の授業でまたお会いしましょう。さよなら。